こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドラマーだと絶対に、ここが一つの壁になる、トトのロザーナという曲をお送りします。ですね、解説していきますね。で、トトのロザーナっていうのは、要はシャッフルの、要は倍のシャッフルっていうか、ファンクって言われるこのリズムなんですけど、要は跳ねた16ビートなんですね。これがイントロで使われているリズムなんですが、このジェフ・ポーカロっていう人はもうとにかくこうすごくこう、もう神様みたいな感じの、ドラマーなんですが、こういう、ちょっと細かいグルーブするための細かいこう音符をゴーストっていうのをすごくこう多用したドラマーなんですね。でこう、これをアップダウンを使って、アップダウンの使い方は前も説明したんですが、ここで打つ感じと上で引っ張る感じ、シャッフルとか、ジャズのスイングで非常によく使うので、このアップダウンを使う。で、というリズムのパターンになりますね。で、なおかつこの人はこのゴーストっていうか、この、この間にスネアを入れるんですね。これがすごくうまくて、で最後の、あの譜面に書いておきましたが、最後の頭に戻るとこに、2コーラス面とかになってくるとかなりたくさん入るんですね。で、要はシャッフルのゴーストの入り方っていうのは、裏側の2拍3連で入るタイプもあるんですが、これはそのスネアを叩いた直後に次に強引にゴーストを入れてしまうという、これがブラックビートをやってる人で、ブラックビートですごい人っていうのはみんなこれがうまく入るんです。そうするとブラックっぽくなるというか、有名なのはデニス・チェンバースとかが有名ですね。彼はこういう感じですね。スニアのとこ難しかったら、これね、これをね、で最初の3連とか3連をこの曲全部こうオルタネートって交互でいっちゃうとかなり難しいんですが、これ3連全部要は3ストロークでいけばという感じでいきます。 A の最後のとこはジャーンジャーンっていうセクションに合わせて、これクラッシュでもいいです。で、B のとこですが、 B のとこはこういうポップスのロックのやり方っていうのはドラムが上げ下げするんではなくて、ドラマもずっとキープしながら歌だけが表情をつけるっていう感じなんですが、ジェフ・ポーカロはやっぱりすごく音楽的な方なので、B のメロンとかかなり下げます。で、ここの部分のところは、コンがツッカッツッココってやってるので、その雰囲気も出したければあ、右手なんかで、風にしてあげれば、でこれバスドラは、ここだからかなりスイングに近いですね。ジャズのフィールに近いんですね。で、B の2段目のとこでダダダダダダと突然ガクンって上げるところで、ここがだからここで落としとくことによって、このキメがものすごく浮くっていう風に作られてます。でこの後のフィルインも、これもだから3ストロークで降りていくと大したことなくて、左右右左右右左右右左、だからっていう風にね、意外と簡単にできます。で、あとはこれもゴースト入れるとこは全部入れていくとポーカロっぽくなりますね。で、C の2段目のところの決めはジャダダダダダ、だからダーダーはシンコペーションなんで、全ダウンシンコペーション
なんで、ただまあジャー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 っていうのはこうダイナミックに行きたければシンバルは、変えた方が、要はシンバルが鳴ってる時に次の音を叩いちゃうと一旦停止するじゃないですか。だからそうすると音が重なっていくんで、ワイド感を出そうと思う時は必ず、シンバルを変えましょう。で、ワンツーこれも3ストローク使えば何のことはないと思います。あとは全部一緒ですね。コーダに飛んだところも、っていうヒルインが入ってたりとか、あと注釈のところに書いておきましたが、ダダダダダダ、最後のは 3連の、これシンコペーションブックですよね、のオルタネートですね、というフィールができれば。で最後 あのエンディングのとこはかなりこの、まあ、3連なんかこういうフィールインを結構入れてたりとかするんですが、まあかなりジャズのフィールに近いですね。だから皆さん結構このロザーナは、僕もかなり苦労しました。これはいつ叩いたかな、大学生の時に何度か叩いた覚えがありますけど、いや何度もコピーしてますね。だから今回ちょっと綺麗に書き直したので、この譜面は、メルマガ読者の方にはプレゼントになっておりますので、メルマガ登録のまだの方はぜひ登録ください。本日は以上でした。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。